問題。傾聴は常に解決策を提案しながら聞くことです。傾聴の達人の言葉です。自分のことを話す前に、相手の話をしっかりと聞きましょう。そのために、耳は二つですが、口は一つなのです。傾聴というのは、問診をするのでも、アンケート調査でも、口頭試験でもありません。傾聴は、目の前の相手の方の主観的な話に耳を傾ける。つまり、相手の言葉を妨げないでじっくり聞く。これからが始まりです。